H-7 はアメリカ海軍の潜水艦、H 級潜水艦の7番艦。元はロシア帝国が発注した潜水艦 AG-20。ロシア帝国海軍は1915年に18隻の H 級潜水艦をエレクトリックボート車に発注した。11隻が引き渡され、アメリカンスキーゴーラント級潜水艦として発注されたが、1917年の ロシア革命によって6隻の引き渡しが保留され、ブリティッシュコロンビア州バンクーバーで保管された。6隻はすべてが1918年5月20日にアメリカ海軍によって購入され、ピュージェットサウンド海軍造船所で最終組み立てが行われた。H-7 は1918年10月17日に浸水し、10月24日に 艦長エドマンドエクレンシ隊員の指揮下収益した。カリフォルニア州サンペドロで第6潜水戦隊に加わり、後に第7潜水戦隊に転属となる。H-7 は部隊の両艦とともに様々な戦闘訓練及び演習に参加した。また、サンペドロ沖の偵察を行い、ベアアイランド海軍造船所で定期的にオーバーホールを行った。 H-7 は7月25日にサンペドロを出港9月14日にバージニア州ノーフォークに到着した。同地で1922年10月23日に退役し1931年2月26日に除籍、1933年11月28日にスクラップとして売却された。ありがとうございます。